はい、えー、それではですね、えー、18時になりましたので始めさせていただきたいと思います。えー、皆さんこんばんは。AWS Reinvent 2021アップデート速報ということで、えー、久しぶりのですね、えー、AWS Blackbelt オンラインセミナー、えー、ライブでお届けをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 はいで最初にですね本日の内容についてなんですけれども、えー、本日現在のですねサービス内容と価格についてご説明をしております。で万が一、ですね AWS の公式ウェブサイトと、えー、価格内容に差異があった場合は、ですね公式ウェブサイトの内容を優先とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。えー、本日、ですねソリューションアーキテクトの小林がこちらのセッションをお届けいたします。どうぞよろしくお願いします。 で、えっ、ー、と、ご質問いただく方もいらっしゃるかと思うんですけれども、えっと、最初にお伝えしたいのが、あの、ロードマップ、まあ、今後どうなるであるとか、えー、東京リージョンいつ来るのとか、まあ、そういったところはですね、お答えすることが難しいので、そちらはご容赦ください。で、えー、最初にですね、えー、顔出してご挨拶したかったので、ビデオがオンなんですけれども、えー、資料が見づらくなるといけないので、ここから先はですね、えー、顔はなしで、えー、資料にですね、えー、フォーカスしていただけるようにしたいなと思います。はい。 でえー、どんどんです、ね、進めていきたいと思うんですけれども、えー、今日のアジェンダはです、ね、イベントの概要をご説明してサー,サービスのアップデートをしていきます。で今年は期間が1週間だったんですけれども、非常に多くのです、ね、イベンアップデートが出ておりまして、106枚のスライドがあります。で1時間でやるにはです、ね、どうしても駆け足にならざるを得ないので、えー、興味がありそうなものがあればです、ねあ、こんなのあったぞというところを覚えておいていただいて、 後ほどですね、AWS からのさまざまな情報をご確認いただくと、そういうふうにです、ね、このウェビナー、ご活用いただければと思います。でちなみにですね皆さんにご意見聞きたいところがあって、時間長くして、ですねもっと細かめに聞きたいよって方が多いのか、いやいや、1時間でしょという方が多いのか、そちらはですねぜひご意見聞きたいと思うので、ツイッター、Twitter、とかですねこのウェビナーの仕組みでコメントいただければ、ですね参考にさせていただきたいと思います。はいで どどんどんいきますね AWS リインベントなんですけれども、AWS におけるですねクラウドコンピューティングに関する学習型カンファレンスという位置づけになっております。11月29日からですね12月3日にかけて開催ということでやらせていただいております。 で、今回ですね、えー、新しい取り組みといたしまして、えー、Amazon Bug バ Bust バというですね、えー、Java と Python の開発者の方向けに、えー、可能な限り多くのですね、バグを修正してポイントを競う大会。まあ、こういうですね、新しい取り組みなんかも始めさせていただきましたので、えー、こちらをご紹介させていただきます。はい。で、えー、早速ですね、サービスアップデートの方に入っていきたいなというふうに思います。 で、えー、一番最初にですね AWS パートナー,、えー、我々パートナー様、非常に大事に考えておりますので、そちらをご紹介したいなと思います。アップデートはですね8個ありますで。1つ目はですね AWS パートナーパスの発表ということで、えー、パートナー様がですねお客様に提供する製品、サービスに基づいて、AWS と連携を加速するためのですね枠組みというのを発表させていただきました。 でこれまでですね、コンサルティングパートナーとかテクノロジーパートナーという制度があったんですけれどもどういうですね、オファーをできるかオファリングができるか、まあ、それによるですね、制度にですね、変えていくということを発表させていただいておりますで2つ目 NHN テコラス様がですね、日本で11社目のプレミアティアパートナーに認定されるという発表が行われました NHN テコラス様おめでとうございます。はい。 で次にです、ね、AWS グラビトンレディープログラムというのを発表させていただきましたでグラビトンベースの EC2、ね、インスタンスで動かすことができる製品を持っているです、ね、パートナー様を認定するプログラムでこの認定された製品はです、ね、グラビトンベースのインスタンスでも安心して使えますよということがです、ね、確認できるようなプログラムになっています、はい、であとはです、ね、コンピテンシー周りなんですけれども マイグレーションモダナイゼーションコンピテンシーというのを発表していますで。クラウドに移行するにあたってですね、アプリの移行とか、アプリのモダン化、まあ、そういったですね、ことを実行するプロダクトをお持ちで、この領域に知見を持ったですね、パートナー様を認定するプログラムということで発表させていただいております。で、同様にですね、AWS エナジーコンピテンシーということで、エネルギー業界に関するですね、知見であるとか、経験であるとか、 深いナレッジをですねお持ちのパートナー様を認定しまして、必要に応じてですねお客様が、じゃあ、一緒にやろうかということをですね判断していただけるようにするための仕組みというのをご用意しました。次にご紹介したいのが、AI for Data Analytics Partner Solutions というものを発表したというポイントです。 AWS はさまざまな AI、ML サービスをご用意しているんですけれども、それらと組み合わせたり連携させたりして、でお客様のビジネスにです、ねまあ、予測の機能を取り込んでいくということを可能にするソリューション、そういったものをです、ね、認定する仕組みでございますで。あとはですね、パートナー様向けの AWS ゲームデー特典というのを発表させていただきました。われわれですね、パートナー様向けに技術認定プログラムというのを用意しているんですけれども、 こちらに、ですねもう登録されている方、認定されているパートナー様について、ですねゲームデー特典というのをご提供しましょうという発表をさせていただいた次第ですで次はですねマーケットプレイスのお話ですね、AWS マーケットプレイス、あのソフトウェアをですね調達することができる基盤なんですけれども、こちらがですねクーバネテスベースのソフトウェアに対応するという発表をさせていただいております。 はい、で次にご紹介したいのが、AWS のグローバルなインフラストラクチャーに関するアップデートです。でこれはまあ非常にシンプルな話なんですけれども、一つだけですね、で2022年から AWS ローカルゾーンズを30以上の地域に設置しますという発表をしました、でこの,ロー,カルのローカルゾーンというのは、あのレイテンシーの影響を受けやすいアプリをですね実際に使う方に物理的に近い場所で実行するための仕組みということで、えー、来年22年からですね。 世界30カ所以上に順次設置を進めていきます、はい。だんだんですね、サービスっぽい話になってくるんですけれども、次はマイグレーションの話をしていきます。えー、ポイントは2つですね。で、1つ目はですね、こちら、キーノートの中で発表されたものなんですけれども、AWS メインフレームモダナイゼーションというサービスのプレビュー開始を発表いたしました。 でメインフレームで動いているワークロードをです、ね、AWS の環境に移行したり、モダン化したりする、そちらをです、ね、お助けしたいというサービスです。コボルのアプリケーションを解析してです、ね、お客様がリプラットフォーム、なるべく変えずに引っ越しをしていくのか、リファクタリング、コードを変えてです、ね、Java であるとか、そういったモダンな言語にです、ね、書き換えて移行するのか、そういった戦略を選んでいただくことをですね、 選んでいただいてで、その上でそれをですね推し進められるような枠組みというのをご用意しますというのがこちらのサービスです。CICD パイプラインを作るためのですねツールとかも提供していくことになっております。で次がですね AWS マイグレーションハブリファクタースペースというサービスを発表させていただいてます。 でアプリケーションのです、ね、リファクタリングを支援しましょうというのが AWS マイグレーションハブのポイントなんですけれどもあのリファクタリングをやる際にです、ね、ストラングラーフィグという手法が取られることがあると思いますで既存の仕組みをです、ね、機能ごとに切り出していってで入り口で,です、ね、向き先を切り替えてあげるような形で徐々に大元を削っていこうというやり方かなというふうに思うんですけれどもこれを実践するためのです、ね、プロキシを提供すると。 いいいいいううサーーービススがこのののリファクタースペーシーズというものだととともだだご理解いただけるといいのかなと思います、はい、ではですね、コンピュートコンテナーということで、私個人的には好きなジャンルなんですけれども、ことしもです、ね、たくさんのインスタンスタイプとか、機能追加というのが発表されております。で一つ目にお話をしたいのがです、ね、EC2 の C7G インスタンス、こちらのプレビュー開始というのを発表させていただきました。 C7G インスタンスは、AWS グラビトン3プロセッサー、えー、ARM ベースの、ね、AWS がカスタムデザインした CPU、こちらの新世代のものをです、ねえー、搭載する最初の EC2 インスタンスという位置づけになっております。で、えー、DDR5 のメモリを積んでいてです、ね、メモリ帯域が広いですよとか、えー、ネットワーク帯域が広いですよというところがです、ね、一つのポイントなんですけれども、まあ、用途としては非常に幅広くてですね、 ハイパフォーマンスコンピューティングもそうですしゲーム、動画のエンコーディング広告配信あとは機械学習分野だと CPU を使ったですね推論処理そういったところにもですね向いているという位置づけになっておりますでこちらのプレビューはですね申し込みが必要ですのでご興味があるお客様はぜひサインアップをですねお願いできればと思いますで次にお話をするのが新しいですねナイトロ SSD というものを搭載したインスタンスタイプ えー、im4GN と IS4GEN の、えー、2つですで。こちらはですねグラビトン2プロセッサを、えー、搭載するですねストレージ最適化インスタンスという形なんですけれどもこの i m 4 g n と IS4GEN、えー、違いはですねストレージの密度だと考えてもらうといいのかなと思います IS4GEN の方は、えー、VCPU あたりのですねストレージがより多くなっているというところですね。 でナイトロ,、えー、ロ SSD はです、ねえー、今回初めてですね言葉が出てきたんじゃないかなと思うんですけれども、えー、第一世代は、ね、EBS の Io2 ブロックエクスプレスボリュームでこのデバイスにです、ね、電力を供給するために使ってたと。 で第2世代として出てきたものが EC2 のですねインスタンスストレージとして使うようになったということで将来のですね EC2 インスタンスも、えー、この言葉出てくる可能性がありますので、えー、チェックしておいていただけるとですね面白いんじゃないかなというふうに思いますで次がですね EC2 の TRN1 インスタンスですねでこちらは昨年のリインベントで発表された AWS がデザインしたですね機械学習のトレーニング処理学習させる処理向けのチップ AWS トレーニアムというものを搭載したインスタンスが出てまいりましたというアップデートですで。画像認識とかですね、自然言語処理、レコメンデーション、インテリジェントな検索、まあ、そういった用途でですね、ディープラーニングモデルを学習させる、トレーニングさせる、そういったところにですね、最適化されているというご理解をいただけるといいのかなと思います。で、ここのスライドにはですね、TRN1 なんですけれども、 ピーター・タデサンティスという人間のです、ね、キーノートの中で、これを拡張したです、ね、ネットワーク帯域が 1.6Tbps ある TRN1n というインスタンスタイプもです、ね、予定しているという話がありましたので、そちらもです、ね、頭に入れておいていただけるといいのかなと思います、はい、で次が、ね、AmazonEC2 の G5G インスタンスというのを発表させていただきました。 でこちらはですねグラビトン2プロセッサーと、NVIDIA さんの GPU を積んだインスタンスタイプで、えー、Android 端末にですねゲームストリーミングを使うと、ゲームストリーミングをする用というのが、ですね最初の、えー、イメージという格好になります。でこちらの、えー、インスタンスは、ですね非常に価格性能比が高いというところがポイントですので、えー、ぜひです、ね、ご検討いただけるといいのかなと思います。 でゲームストリーミングだけじゃなくてです、ね、NVIDIA さんのライブラリを使うような一般的な推論処理にも適しているという位置づけになっておりますので、えー、ぜひです、ね、ご検討いただければと思います、はいえー。インスタンスが続くんですけれども、次は M6A インスタンスのご紹介です。 第3世代の AMD さんのエピックプロセッサーを搭載した汎用インスタンスということで、全世代と比べて35%価格性能比が高い、コスパが良いという位置づけです、す同じぐらいのスペックを持つほ他の X86 ベースのインスタンスと比べて10%安価ですというところもポイントです。 でウェブアプリとかですねエンタープライズアプリケーションのバックエンドサーバーなんかに適しているよと思っていましてで SAP 様のですね認定というのもいただいておりますはいで次にですねお話をしたいのが、えー、こちらはですね昨夜かな昨夜のキーノートで発表された、えー、M1Mac インスタンスですねで、えー、iOS とですね MacOS のアプリケーションビルドに最適というふうに思ってるんですけれども M1、えー、チップを搭載したです、ね、Mac のインスタンスというのを発表させていただきました。でプレビューの扱いなんですけれども、えー、バージニアとオレゴンが対応しているという位置づけです。で昨年です、ねあの、Mac インスタンス発表した際に、M1 については作業中って話だったんですけれども、えー、それが出てきましたということになるのかなというふうに思います、はい、で次がです、ね、AWS カーペンターというものが一般提供開始になりましたというお知らせです。 でこ,れこれ、そもそも何なのという方もいらっしゃるかなと思うので、簡単に補足をすると、オープンソースのクバネテスクラスター向けのオートスケーリングのプロジェクトですと、でこれをです、ね、使っていただくと、リソースのリクエスト状況をモニタリングしてです、ね、クラスターを構成するインフラストラクチャー、まあ、リソースのです、ね、追加削除の必要性を判断して、それをです、ね、実行してくれるというのが、こちらのサービスのサービスといいますか、ソフトウェアのです、ね、ポイントです。 で、AWS 上での動作だけではなくて、すべてのですね、Kubernetes クラスターで稼働させるですね、設計になってますので、AWS のみならずですね、オンプレミスとか、他のクラウドサービスなんかでもご利用いただけるような設計になっています。はい、で、次がですね、AmazonECR、コンテナリポ,リポジトリですね、こちらのサービスがキャッシュリポジトリ機能というのを搭載いたしました。 で公開されているリポジトリのですねイメージを ECR 使ってキャッシュしていただくことであのー、実際にイメージを使うですねリソースの近くからダウンロードすることになるので当然性能上がりますよねって話だったり、えー、可用性の向上というのに繋がるという期待ができるのかなというふうに思いますはいあ、ですいません1点ですねちょっと訂正をさせていただきたいんですけれども先ほどカーペンターをですね えー、どの基盤でもと言ったんですけれども、ちょっとこれ、正確ではないそうなので、後で訂正してですね資料をアップロードさせていただきます。すいませんはい、では、ですね続けていきたいと思うんですけれども、えー、ラックマウント可能なですね小型の AWS アウトポストを発表しましたというですね、えー、お知らせをしております。で具体的に言うと、1U のサイズと 2U のサイズということで、既存のラックにですね、えー、差し込んで使っていただけるモデルと。 いいうのをですねオーダー使用させてたただきましたでそれぞれですね、1U の方はグラビトン2ですし、2U の方はですね、インテルのチップということになってますので、スペックとかにはですね違いがあるんですけれども、いずれにしてもですね、今まで、まるまるラック立てられないよというところでもですね使っていただけるようになりますので、利用の幅が広がるんじゃないかなというふうに思います。 はいでですね次はアウトポストが世界で新たにですね5箇所で、えー、使えるようになりましたというお話なんですけれども、こちらはラックのお話です、えー、42U ですね、まる1本のお話なんですけれども、えー、コスタリカ、エクアドル、モロッコ、ナイジェリア、ベトナムというところで使えるようになりました、で私はですねお客様からベトナムないのって言われたことがあるので、まあ、そういったお客様にはですね嬉しいんじゃないかなというふうに思っております。 はい、で、次がですね、えー、コンピュートオプティマイザーの機能強化ということで、えー、実際にですね、どういうふうにリソースが使われているかっていうことを、えー、情報を集めてですね、えー、こういうふうに最適化するのがベストですよというですね、えー、機能がコンピュートオプティマイザーなんですけれども新たにですね、セービングスオポチュニティという機能とパフォーマンスインプルーメントオプチュニティということで2つ、えー、推奨が出せるようになりました。で、えー 前者はですね何を、えー、推奨事項を適用するとどれぐらい費用が削減できるのか削減幅を出してくれますというもので後者のほうはです、ね、リソースが足らないもの、まあ、逆ですよねリソースが足らないので大きくするとボトルネックが解消されますよというものをです、ね、出してくる、まあ、そういった機能がですね新たに追加されたということになります、はい、ではですねストレージのお話をですねしていきたいなと思うんですけれども ストレージ、えー、S3 系がすごくたくさんあります。で、最初がですね、S3 オブジェクトオーナーシップという機能、えー、こちらを使ってですね、S3 の ACL を無効化できるようになりましたというお話です。で、ちょっとややこしいので、ちょっとだけ歴史の話をすると、えー、昔はですね、IAM というものがなかった頃 S3 のアクセス制御って、ACL を使うしかなかったんですね。 でその後、IAM ポリシーとかで制御できるようになって柔軟になったんですけれども、まあ、一方です、ね、似たような機能が複数あって、えー、複雑ですという話がありましたとで、今回の機能が出てきたことによって、ACL を使わなければいけないケースというのがなくなるんですね、なくすことができるので、えー、ポリシーのみで,です、ねえー、制御できるようになったというところがです、ねえー、重要なポイントなのかなというふうに思います。えー、ちょっとです、ね、動きが複雑なので 興味持った方は、ですねぜひドキュメントとかを見ていただければと思います。で、次はです、ね、新しいインス,ストレージクラスですね、a、え、m、ー、a z o n s 3 g l e a s インスタントリトリーバルというものを発表させていただきました。で従来の g l e a s u r すねデータの取り出しにまあ数時間の待ち時間というのが必要だったんですね、まあ、高速呼び出しモードっていうのはあったんですけれども、まあ、あくまでオプションでしたと。 ただですね、例えばメディアのコンテンツとか、えー、医療画像、まあ、そういったものって必要になったらすぐに読めないと困るんですよね。でそういったですね用途に対応できるように出てきたのが、このグレ a c イ e r i ン s t a ト t r e t というサービスですで。こちらはですね、即座にデータを取り出すことができるんだけれども、アーカイブ用途なので非常に安価ですという位置づけのストレージになります。 であとはですね、もともとあった Amazon S3 グレ i シア、こちらのですね、名前が変わって、同時に値下げの発表がされてます。もともと S3 グレ i シアと言ってたんですけれども、S3 グレ e シアフレキシブルリトリーバルという名前にリネームされて、えー、容量単価10%値下げというところと、バルク取り出しというモードの取り出し費用というのが無料化されました。でバルク取り出しっていうのは、えー、5時間から12時間ぐらいですね、取り出しにお待ちいただきますと。 というモードで、代わりにアンカーというものだったんですけれども、それがですね、今回無料になりましたというアップデートでございます。はい。で、次がですね、Amazon S3 Intelligent t ング r i n g こちらの機能強化ということで発表してるんですけれども、この S3 Intelligent Tiering って、データに対するです、ね、アクセスパターンを解析して、自動的にストレージコストを削減するモードなんですね。 で、このインテリジェントティアリングでインスタントリトリーバルがサポートされて、3つのストレージクラスをですね、自動的に切り替えてコスト最適化する、まあそういったですね、仕組みになりました。で、ストレージのですね、クラス非常に増えてきてややこしくなってきたので、今回ですね、ちょっとまとめを作ってきました。で、ストレージクラスの一覧と、 インテリジェントティアリングはですね、こういう単価でこういう感じで変わりますというところの絵を用意しましたので、えー、後ほどですね、ご覧いただけるとイメージが湧きやすいんじゃないかなと思います。はい。で、次がですね、Amazon S3 で最大31%の値下げを発表ということで、えー、ストレージクラス限定ではあるんですけれども、最大31%値下げをしてます。で、どのクラスが対象なのということで、S3 スタンダードインフリークエントアクセス。 低頻度アクセスと言ってるやつですね、こちらと、ワンゾーンインフリークエントアクセスということで、こちらの2つのパターンがですね31%を値下げというふうになってます。あとは、ですね先ほどご紹介したグレーシアのフレキシブルリトリーバルというところですね。で、このワンゾーンインフリークエントアクセスは、1つの AZ アベラビリティゾーンで保存をしていきますというパターンです。でこちらもですねさっきのおまけのところにですね書いてありますので、ぜひチェックしてみてください。 はいであとは、ですねこれ、ちょっとですねあの地味に見えるかもしれないんですけれども、大事な機能だなと思います。えー、S3 のですねイベント通知機能を強化しましょうとしましたということで、えー、例えばライフサイクルポリシーを使って、ですねオブジェクトがアーカイブされたよとか、えー、削除されたよっていうときに通知をしましょう、あるいはインテリジェントティアリング、さっき説明しましたけど、えー、自動的にですねアーカイブされましたとか、ディープアーカイブに変更されました、まあ、そういったときにです、ね、通知をする。 あとはオブジェクトのタグとか ACL が変更された場合、通知をする。まあ、それによってです、ね、何か起きたときにすぐに気づくことができる。まあ、そういうチャンスを作ることができるというものなのかなというふうに思います。で今回、新たにです、ね、イベントをイベントブリッジというサービスに通知することができるようになったというところもアップデートの一つです。 で次はですね、S3 のコンソールに、えー、ポリシーチェック機能が入りましたということで、えー、ポリシーを適用する前にですね、えー、構文チェックをしたりリスクがあるものじゃないかということを、まあ、チェックしてくれるという機能が入りましたでミスに気づ,くや気づきやすくすることがですね、目的であくまでももう完全に保証しますというわけじゃないんですけれども、あのー、どうしても人間ってミスするものなので、えー、気づくチャンスが増えるという観点では、えー、便利な機能なのかなというふうに思います。 はい、えー、S3 はここまでですね、次は EBS の話ですで、もしかしてですねこれが一番多くの人が嬉しいアップデートかなという気もするんですけど、Amazon EBS スナップショットアーカイブというものを発表させていただきました、EBS のスナップショットの保存先として、低コストのアーカイブティアというのを選べるようになったというアップデートです、で取っとかなきゃいけないんだけど、んー使うかどうかというと微妙っていうアーカイブ、えー、スナップショットっていう結構あると思うんですよね。 でそういったものを保管する際に、このアーカイブティアをです、ね、使っていただけると、最大で75%安くです、ね、スナップショットを保存していくということができるようになりますので、リリース直前のバックアップイメージを取っておかなきゃとか、そういうケースにはです、ね、適してるんじゃないかなと思います。あとはです、ね、EBS スナップショットでゴミ箱機能が使えるようになりましたということですぐ消えるんじゃなくて、一旦止め置いておくことができるという機能が出てきてます。 で今度はですね、FSX、えー、シリーズなんですけれども FSX4OpenZFS というサービスを発表させていただきましたで高性能でですね、えー、高機能というのを安価に実現できるというのがポイントで、えー、最大です、ね、100万 IoPS、えー、スループットはですね、非圧縮で4 g b ック、圧縮時1 2 5 g b ック、えー、レイテンシはですね、100から200マイクロ秒ということで非常に高性能なストレージをですね、えー、マネージドで使えると。 で、プロトコルは NFS をサポートという位置づけのサービスが出てきております。東京でも使えますので、ぜひご検討ください。で、次にお話をしたいのが FSX4 ラスターですね。で、こちら新世代という位置づけなんですけれども、インフラ側がですね、グラビトン2プロセッサーベースになってます。で、スループットをですね、ギガバイトあたりで増速しましたってお話と、 複数のネットワークインターフェースを持ったインスタンスに対応しましたという話とスループットコストが安価になってますという3本がです、ね、重要なポイントになります。あとはです、ね、機能面も強化しておりまして複数の S3 バケットとのリンクをサポートしています。 あとはですね、S3 側でデータが削除されたり移動したというときに、えー、ラスターファイルシステム側のですね、方にも反映することができるというところだったり、えー、ラスター側で変更したもの、えー、追加したもの、それをですね、S3 側に反映するということもできるようになりました。で次は AWS バックアップなんですけれども、えー、Amazon S3 のですね、えー、バックアップを AWS バックアップで取れるようになりました。これも嬉しい方多いんじゃないかなと思います。 で3バケットをです、ね、定期的にバックアップしたり、ですね継続的なバックアップというのも可能です。オレゴンのリージョンでですねプレビュー申し込み受付中というステータスになっています。はいで次がですね同じく AWS バックアップなんですけれども、VMWare のワークロードに対応しましたということで、VMWare Cloud On AWS およびですねオンプレミスの VMWare、そちらのですねバックアップを AWS バックアップで取れるようになりました。 で次にお話をしたいのが、AWS スノーボールエッジがです、ね、テープデータの移行に対応ということで、あのテープデバイスで,です、ね、バックアップをしているときに、スノ、ねえーボールエッジにスノーボールエッジをテープと見なして書いてあげて、スノーボールエッジを送り返してクラウドにデータを取り込む、まあ、そういうことがで,す、ね、できるようになりましたというアップデートがこちらです。はい、で私が大好きなストレージはこのあたりなんですけれども、次はです、ね、ネットワーキングとエッジサービスのお話をしていきます。 ははい数は7つです、ね、で1つ目、AWS クラウドワンというサービスを発表させていただきましたでグローバルなですね1ワイドエリアネットワークを構築して管理して監視できる新しいマネージドサービスですとでシンプルにですねオンプレ拠点とか本社、支社クラウドリソースこういったものをつなぐですねグローバルなネットワークを構築できるというのがポイントです。 でこちらはですね、あのー、なかなかどういうものなのかイメージが湧かないというお客様、たくさんいらっしゃいましたので、今後、詳しい情報ですね、わ、え、れ、ー、の方からもお出しできればなと思ってますので、楽しみにしていただければと思います。はい、で次はですね、AWS プライベート 5G という新しいサービスのプレビュー開始を発表いたしました。 ローカルな、ね、5G、プライベートな 5G ネットワークをセットアップ、スケールさせるためのマネージドサービスで、最短数日で,です、ね、サービスインすることができるというのがポイントです。でこちらはです、ね、もろもろの事情ありまして、米国内に限りです、ね、プレビュー申し込みを受け付けというステータスになっております。 はい、AWS ダイレクトコネクトサイトリンクを発表ということで、えー、AWS のグローバルネットワークを介してです、ね、オンプレのネットワーク間を接続できるサービスというのを発表させていただきました、でオンプレ拠点からです、ね、32カ国108か所にあるです、ね、ダイレクトコネクトロケーションに接続をしていただければ、そのロケーション間は、えー、我々の AWS のバックボーンを使って、えー、拠点間接続を実現できますというのが、えー、こちらのサービスのポイントです。 はいで次に、ですね、えー、AWS トランジット・ゲートウェイがリージョンナイピアリングに対応ということで、同じリージョンにあるですねトランジット・ゲートウェイ同士を接続して通信できるというサービスを発表しております。はいで次が、ですね Amazon VPC ・ IP アドレスマネージャーです。すみません、タイトルが、えー、IP が抜けていました。でこちらは、ですね VPC の上の IP アドレスを整理して、割り当て状態を管理する、えー、新しいツールということで発表させていただきました。 IP アドレス管理って、エクセル台帳とかでやってるケースが多いんですけれども、まあ、それを回避して、ですねそのアドレス管理を楽にしていこう、まあ、そういった意図のサービスというふうにご理解ください、はい、で次がで AmazonVPC ネットワークアクセスアナライザーということで出てきてるんですけれども、VPC の中のリソースにですね意図しないネットワークアクセスができるような状態になってないか、それをですね、まあ、解析して特定できるサービスとして出てきております。 セキュリティグループとか、ですねプレフィックスリストとか、まあ、そういったものを解析しながら、どこにですねリスクがあるか、そういったものをですね可視化して、問題があれば直すということができるようにしていくサービスというふうになります。はいで次がですね AWS シールドアドバンスドなんですけれども、レイヤー7、アプリケーション層でのですね DDoS に対する自動的な緩和措置に対応しました。 で、攻撃の予兆であるとか、兆しをですね、検知しまして、で今まではですね、お客様であるとか AWS のチームがですね、人力で介入してたんですけれども、自動的にですね、攻撃を緩和するような対処を行いますと。まあ、具体的に言うと、AWS 和布のですね、ルールを作って展開すると。まあ、そういったことができるようになりましたというところがポイントです。はい、ちょっとですね、ビハインドなので、もう少し急ぎますね、えー。次はデータベースの話をしていきます。 データベースのアップデートは6つです一つ目 Amazon DevOps g o o g for RDS というサービスを発表しました一言で言うとデータベースの性能問題解決を支援しましょうというサービスなんですけれども、まあ、原因特定してどうやれば解決できるかということを考えるのって結構大変なんですよねでこのサービスを使っていただくと何が原因でどういう影響範囲でどういう解決策が考えられるのかをですね、ユーザーに通知をしてくれます なので、パフォーマンス問題をですね解決する取っかかりになる。もしくは、そのレコメンデーションがですねドンピシャであれば、それをやればもう解決することができる。問題をですね非常にクイックに解決できるようになるというところが、嬉しいポイントなのかなというふうに思います。 はい。次はですね、RDS Custom for SQL Server ということで、今まで RDS、データベースサーバーの OS とか、データベースマネジメントシステムって設定はいじれなかったんですけれども、それができるようになった RDS だと思っていただけるといいのかなと思います。 で、例えばシェアポイントとかですね、DB 側に対していろんな権限を要求するとか、そういうアプリケーションあると思うんですけれども、今まで RDS では対応できなかった、そういうケースに対してですね、自分でカスタマイズをして、でも DB はマネージドなまま、まあ、そういうふうにですね、うまくですね使っていただくということができるようになりました。オラクルは前から対応しています。 はい、で次がアマゾンダイナモ DB スタンダードインフリークエントアクセスというテーブルクラスを発表しましたで先ほどの S3 の話に似てるんですけれどもあ,のあんまりアクセスしないけれども即座に読めないといけないデータってやっぱりあるんですよねでそういった、えー、何かリクエストされたらすぐに読みたいデータを格納する際にです、ね、最大60%コストが削減できるテーブルクラスというのを発表しています。 で従来のテーブルクラス、スタンダードっていうのがですねいらなくなるかというとそうじゃなくて、読み書きリクエストがですねインフリークエントアクセスと比べて20%安いんですね。なので、たくさん読み書きするデータはスタンダードで、あんまり読み書きしないんだよねっていうものを、このインフリークエントアクセスに入れていただくというのがおすすめなのかなと思います。 で次は AWSDMS フリートアドバイザーということでオンプレのデータベースのです、ね、情報を集めて移行計画を立てることを容易にするサービスです。でエージェントを使ってです、ね、情報を自動収集して、まあ、どれぐらい大変なのか、まあ、そういったことを算出してくれるとおよび情報収集をです、ね、可能な限り自動的にやってくれるのでいちいちです、ね、既存の DB に入って調べてということをやらなくてもです、ね、情報が集まるという嬉しさがあるのかなと思います。 こちらはですねバージニアでプレビューを行っていますはいで次がですね DMS のコンソール DMS Studio というのが出てますでバージニアのリージョンでですね触れますので興味がある方は覗いてみてくださいはいで次がですね Amazon タイムストリーム時系列データを処理するためのですねパーパスビルドなデータベースなんですけれども、えー、こちらでですね処理を高速かつコスト効率よくやるためにですね新たに3つの機能が増えました スケジュールドクエリーとマルチメジャーレコードマグネティックストアということで全体としてですねより効率よく使っていただけるようなからくりになってますのでタイムストリーム、興味のある方はですねぜひチェックしてみてください、はい、で次がですねアナリティクスのお話ですねでアナリティクスは全部で8つアップデートがありますで1つ目、Amazon s h i f レッドシフトサーバレスというのを発表しました。 でクラスターをですね、えー、プロビジョニングしたり、管理したりすることなくですね、DWH を使えますというサービスだとご理解いただけるといいのかなと思いますで。使った分に応じたですね、重量課金でご利用いただけますというサービスで、えー、単位はですね、RPU という単位で処理能力を見てあとはストレージはで REDShift、ね、マネージドストレージとスナップショットの費用がかかるという格好になります。こちらは東京でもですね、プレビューできるようになってますので、ね、興味のある方はぜひ触ってみてください。 で次がですね、EMR サーバーレスということで、えー、こちらもですね、先ほどと話は似てます。で、ユーザーさんはですね、どういうジョブをやるのか、えー、そういったことを書いていただいてですね、投げていただければこの EMR 側でで,側でですね、必要なリソースを確保して実際に処理して結果を返してくれるというのがですね、こちらの EMR サーバーレスです。基盤側を意識しなくてもですね、やりたいことをこれをやりたいんだと主張していただければ、えー、それができるようになりますよというものだとご理解いただけると分かりやすいのかなと思います。 はい、で次が AmazonMSK サ、ねえーバレスとアパッチカフカの、えー、マネージドサービスなんですけれども、えー、こちらもです、ね、先ほどと同様に、えー、基盤を意識せずにです、ねえー、使いたいものをどんどん投げていただいて、えー、データを取り出していただく、まあ、そういったです、ねえー、基盤を意識しない使い方ができますというのがポイントですで使い方のポイントごとにです、ねね、料金が単価が決まっているので、えー、こちらはです、ね、チェックしていただけるといいのかなと思います はいでこれも似てます、Amazon Kinesis キネシス・データ・ストリーム・オン・デマンドということで、キャパシティを管理する必要なく、ですね、えー、負荷が増えれば、まあ、自動的にキャパシティは追加されていくとで、利用に応じた料金が発生しますよというサービスです。でこちらはですね一般利用開始という格好になっていて、で中国以外のですねべての商用リージョンでご利用いただけるというふうになります。はいで次が、ですね AWS レイクフォーメーションで 3, 3個のですね新機能が出ましたというところです。 で今回ですね、レイクフォーメーション、えー、ガバーテーブルというですね、えー、機能をサポートしたんですけれども、まあ、それに伴ってですね、えー、1つ目、トランザクション処理ができるようになりましたという話。で2つ目、えー、データ保存方法の最適化、えー。これによってパフォーマンス改善が行われますと。で3つ目、行、えー、とですねセルレベルのアクセス権限管理。えー、カラムがです、ね、前からできたんですけれども、行レベルができるようになって、そうすると、えー、特定の行かつ特定の列。 というところに、えー、というですね、流ュでアクセス制御ができるようになりましたというのがポイントです。でこちら、東京リージョンでもすでにご利用いただけるようになっております。で次はですね、アマゾン、アテナがレイクフォーメーションの新機能をサポートしたということで、先ほどの話のです、ねまあ、裏返しだと思っていただけるといいのかなと思います。であとはですね、アマゾン、アテナがアシッドトランザク,クションをサポートしましたというお知らせをしております。 アパッチアイスバーグをベースにしているです、ね、実装になるので、このアイスバーグのです、ね、テーブルフォーマットをサポートする EMR とか Spark とかともです、ね、互換性がある機能になります。でこちらはです、ね、バージニア、オレゴン、アイルランドでプレビューという位置づけとなっております。はい、AWS データエクスチェンジ r a p i の話をします。 で、AWS Data Exchange はですね、サードパーティーのデータをサブスクライブして、えー、自分の判断とかですね、分析に使えるサービスなんですけれども、こちらの基盤がですね、API 製品に対応したということで、API を使ってですね、リクエストしてデータを受け取って処理をする。まあそういったことがですね、簡単にできるようになりましたというのがこちらのアップデートです。はい。で、次がですね、AI およびマシンラーニングのお話です。でこちらアップデートが15個あります。 1で一つは、ですね政治メーカーキャンバスというサービスを新たに発表しましたでビジネスユーザーとかですねアナリスト、まあ、要は機械学習に関するエンジニアじゃない方もですね、えー、容易に予測処理を作れるようにしましょうという機能であの BI ツール的なですねグラフィカルな UI を持っていてで経験がなくてもですねマウスクリックで予測の処理というのを作れるようにしましょうというのがこちらのサービスです。 さまざまなデータにですねアクセスして、でえー、学習して、えー、一番優れたものを出していく。まあ、そういったですねからくりを内部で持ってます。で次がです、ね、Amazon 政治メーカー GroundTruth Plus ということで、えー、固有のニーズに合わせたですねデータのラベル付けを提供するサービスを発表しました。で昔,あ昔からです、ね、あった、前からあった政治メーカー GroundTruth というのがあったんですけれども、こちらはですね、 ラベル付け自体はお客様側でやっていただく必要があったんですけれども、グラウンドトゥルースプラスの方はですねデータを渡していただいて、こういうラベルを付けるんだということを伝えていただくと、実際のラベル付けまでですね我々の側でワークフローを組んでやっていきますというのが違いということになります。で次が、ですね政治メーカースタジオノートブックスの機能強化ということで、政治メーカースタジオのノートブックからですね EMR に接続できるようになりました。 一つのノートブックで作業したままですね、EMR の中でデータを処理してデータを取り込む。まあそういったことができるようになったので、いちいち別のところに飛んでですね、何かやって戻ると。そういうことがいらなくなりますというのがポイントです。で次がですね、政治メーカートレーニングコンパイラということで、デ、え、ィ、ー、ープラーニングモデルをですね、最適化するコンパイラーを出しました。で、これによって学習処理がですね、最大50%高速化されますというアップデートです。 で次はですね、政治メーカーサー,バレスサーバレスインファレンスということで、えー、推論する際にですね、従来はサーバーを立ててずっと待ち構えるということが必要だったんですけれども、あのー、何もリクエストが来ないとサーバーは待ちぼうけしちゃうんですよねでその間にもお金かかるので、まあ、それはもったいないということで、えー、必要に応じてですね、えー、勝手にこうリソースを上げて、えー、不要になったら落とすと。 いうことで実際に使った分に対してですねお支払いをいただければオッケーですよという推論ができるようになりましたというのがこちらのアップデートです。で次はですね推論インスタンスを選ぶ際にどれがお勧めかを出力しますという機能ですね。政治メーカーインファレンスレコメンダーという機能です。でいろんなインスタンスがあるのでどれがベストかってなかなか決めづらいというお声がありましたのでレコメンデーションをですねしていくような機能というのを出しております。 で次は、ですね、えー、政治メーカースタジオラボというやつですねで。Amazon としてはですね、多くの人に機械学習のテクノロジーを届けたいというふうに考えていますので、えー、こちら、政治メーカースタジオをですね、無料で使えるバージョンだとご理解ください学生さんとかですね、開発者データサイエンティストの方が機械学習を学んだりですね、試したりすることを容易にできるとで AWS アカウントなしでですね、ブラウザを使ってメールアドレスでサインアップしていただければ一定量のリソースが使えますというのが、えー、こちらです。 で必要に応じて、ですね政治メーカースタジオに移行していくということもできるようになってますはいで次が、ですね政治メーカーパイプラインとモデルモニター、クラリファイとの統合ということで、えー、政治メーカーパイプラインで作ったですね、えー、機械学習ワークフローの中に、モデルモニター、クラリファイの機能を取り込むことができるようになったというお知らせをしております。 であとはですね、政治メーカーがアカウントをまたいだ系統追跡に対応ということでクロスアカウントでですね、モデルであるとかアーティファクト、まあ、そういったものの系統をですね、追跡することができるようになりましたでアカウント間でですね、共有するためには AWS リソースアクセスマネージャーというサービスを使う必要がありますのでここだけちょっと覚えておいていただけるといいかなと思います で次は AI サービスですねあの、機械学習を自分で作るんではなくて、えー、サービスとして使いましょうという属性のサービスです。で、AmazonDex、え、オートメ d c h a チャットボットデザイナーというのを発表しましたで。ディープラーニングを使ってです、ね、自然言語理解をやって、チャットボットをです、ねえー、設計するの、なかなか大変なので、それを簡単にしましょうというサービスです。で会話を分析してです、ねえー、どういうやり取りをしているかということを整理してで、開発者の方はそれに基づいて基本的なチャットボットを作れますというものです。 現在、ですねプレビュー中ということもあって、米国の英語のみサポートになるので、そこだけはですねご承知をおきいただければなというふうに思います。はい、次が、ですねインテリジェント検索を行うアマゾン、ケンドラなんですけれども、3つの新機能ということで、カスタマイズ可能なですね検索インターフェースを自分で作れますという機能、エクスペリエンスビルダーというやつですね。 であとは検索の品質をです、ねえー、チェックすることができる、サーチアナリティクスダッシュボードというのも出てきてます。であとはです、ね、この Kendra がドキュメントを取り込む際にです、ね、前処理を施せるような、えー、カスタムドキュメントエンリッチメントという機能も、えー、新たに追加されております。で次はです、ね、Amazon パーソナライズなんですけれども、ユーザーセグメンテーション対応というのを発表しています。 で従来はです、ね、ユーザーから何をお勧めするかというものを予想させてたんですけれどもその逆ですね、えー、ものを渡したときにそれにマッチしそうなユーザーさんのリストを出力するような、えー、イメージが近いのかなというふうに思います。 で次はですね、Amazon Amazon パーソナライズの最適化されたレコメンダーを発表ということで、ちょっと大げさな書き方をしちゃったんですけれども、あのメディアエンターテインメントの業界とか、小売業界でですね、よく使われるレコメンドを、まあ、これまでよりも簡単に入れられるようになりましたと、えー、最も人気のコンテンツですとか、あなたへのおすすめはこれです、まあ、そういったものをですね、えー、細かい知識なく入れることができるような、ですね、えー、入れやすさを重視した改善というのを施しております。 で次はですね、文書からのデータ取り出しをする a m アマゾンテクストラクトなんですけれども、米国の身分証明書へのですね、対応を強化しましたというアップデートをしております。で、あとはですね、これアナウンスなんですけれども、AWS、Amazon はですね、2025年までに2090万人の方にですね、クラウドのスキルであるとか機械学習のスキルの教育機会をですね、提供するというところをですね、重視、えー、お約束をですね、してるんですけれども、そのためのですね、取り組み。 AI&ML スカラーシッププログラムという奨学金プログラムを発表したのと、あとはディープレーサースチューデントですね、学生さん向けの学習コンテンツセット、あるいはディープレーサー2022シーズンということで、新しいですねディープレーサーによる教科学習を学んでいただいて対戦しようという取り組みをですね進めていきますというお知らせをしております。はい、で次がですね IoT の話をしていきます。 はい、えー、9つですね、1つ目、AWS IoT ツインメーカーということで、いわゆるデジタルツインをですね容易に構築できるようにするサービスということで、データを取り込んで、ですね 3D モデルを使って可視化をしてで、デジタルツインを作ることができますというサービスですす現在ですねプレビューー中のステータステタになってます。 で次はです、ね、AWS IoT フリートワイズというサービスなんですけれども、えー、コネクテッドカーですね、えー、つながっている車を考えるときに、最初のヤマ場というのは、どうデータを集めるか、どうつないでいくかというところだと言われてます。でそれを解決するということで、えー、車に乗っているです、ね、ゲートウェイにソフトウェアを入れていただければ、えー、クラウド側で,です、ね、データを集めて、つなぐところはすぐにやることができる、まあ、そういったです、ね、サービスがこのフリートワイズということになります。 で次はですね、AWSIoT ロボランナーなんですけれども、えー、最近、ですね、我々が生活する環境でもロボットが動いていることってたまに目にするようになってきたかなと思うんですけれども、1つの場所で異なるベンダーとか、異なる機種のロボットが混在すると、それを協調動作させるのって結構大変だよねという話があります。でそれをですね、より簡単にするためのサービスが、この IoT ロボランナーということで。 現在でですすねバーーージニアととフフランククルトでパブリックプレビュいいうステータステタになっていますで次は AWSIoTEXPRESSLINK ですね、ソフトウェアとか AWS につな,ぐつなぐために必要な認証情報が組み込まれた状態で出荷される通信モジュールだと思ってください。でこれを組み込んでいただければ、ですね通信部分考えることなく、AWS につながるですねデバイスを作れるというのがポイントです。 はい次がですね AWS IoT グリーングラスの機能強化ということで、エッジデバイスをですね管理することがまあより容易になりましたというふうにご理解いただけるといいのかなと思います。OS アップグレードとかをですね管理しやすくなったというところですね、あとはコミュニティベースのです、ね、ソフトウェアのカタログが出ましたので、必要なものがあれば、ですねそれを使っていただくと、開発を効率化できるんじゃないかというアップデートです。 で次はですね、AWS IoT Sitewise ということで、産業機器からですね、情報を抽出して分析しようというサービスなんですけれども、えー、コールドストレージということで、S3 にですね、低コストで過去のデータを保存することができるようになりましたというアップデートをしております。で次がですね、AWS IoT デバイスマネジメントの機能強化ということで、これまで,より,れまでよりもですね、多くの情報を、えー デバイスに関する多くの情報を取り扱うことができるようになりましたというアップデートで、こちらはプレビューという位置づけになっていますで。次がですね、えー、パートナー様が提供するフリーアルトスのですねリファレンス実装ボードに搭載できるような、えー、新しい機能ということで、えー、箱から出してですねウェブでポチポチ操作をして、えー、デバイスに電源を入れれば、えー、もうデモアプリをダウンロードして、センサーデータをクラウドに、えー、持っていってですね可視化する。 この一連のですね、作業がすぐにできるような枠組みというのをご提供し始めましたというお知らせをしております。で次はですね、フリーアルトスの延長メンテナンスプランということで、えー、こちらサブスクリプションでですね、最大10年までですね、ロングタームサポートのバージョンをクリティカルなバグの修正とセキュリティパッチの提供を受けられるというプランをですね、ご紹介をさせていただきました。 はいで次はですねデベロッパー向けのお話なんですけれどもえー、一つがですね AWS アンプリファイスタジオというのを発表してますで、アンプリファイが提供するですねバックエンドの構成とか管理機能っていうのと フロントエンドを開発する、加速する機能をです、ね、統合した環境として、Amplify Studio というのを発表しましたで。これを使っていただくと、バックエンド開発とですねフロントエンドのつなぎ込みというのがですねシームレスに行えますよというのがポイントで、東京をはじめ17のリージョンでですねパブリックプレビューができるようになっております。はい次はですね AWSSDK が新たに3つの言語に対応ということで、SWIFT lin, Rust、COTRIN、ラスト、 に対応いたしました,ただデベロッパープレビューの位置づけなので、あくまでもですね、評価目的での使用に限られるというところにはご注意いただければなと思います。で次がですね、AWS クラウドデベロップメントキット CDK のバージョン2というのが一般提供開始になりました、えー。キーノートでですね、プレビューと言ってたんですけれども、一般提供開始が正しいです。 でこちらはですね、えー、コンストラクトライブラリというですね CDK の考え方があるんですけれども、これが1つのパッケージになって管理が容易ですとか、あとは後方互換性を維持することが容易になりましたとか、いう、えー、アップデートをしております。で基本的にですねライブラリインポートのところだけ直していただければ、えー、V2 の方にですね持ってきていただくことができるようになってますので、えー、CDK ご利用中の方は、ですねぜひタイミングを見て、えー、V2 に乗っていただければなと思います。 でさっきお話ししたコンストラクトなんですけれども、このコンストラクトって CDK における部品のようなものなんですね、これを組み合わせてシステムを作りますと。で、標準提供のもののほかに、目的に合わせたです、ね、コンストラクトを使って、システム構築をすると効率的だよねって話があって、でそれをですね、あの集めた、まあ、ポータルといいますか、マーケットプレイスというか、 えー、既存のもの、オープンソースのものをですね登録したり探したりして使うことができるですねウェブサイト、コンストラクトハブというのも合わせて発表しております。で次はですねコードグルリビューワーなんですけれども機密情報の埋め込み検知というのに対応しました。 でコードレビューを自動化してくれるコードグルーリビューアーなんですけれども、例えばパスワードとか API のキー、そういったものがです、ね、ハードコーディングされているということがあれば、それを検知してです、ね、これはまずいですということを通知してくれるサービスだと思っていただけるといいのかなと思います。 はいで次はですね AWS マイクロサービスエクストラクター 4.net ということで、大きなアプリケーションをですね複数の小さなアプリケーションに再構築するプロセスをですね簡素化するツールということで、ソースコードを解析して、ですねどういう依存があるのかっていうのを見せてあげることによって、どう分割すればいいかっていうことを考えやすくなりますというのがポイントのツールです。 で次が、ねえー、AmazonSQS が DLQ に入ったメッセージの書き戻しに対応ということで、えー、Q の中からです、ね、メッセージを取り出して処理しようというアーキテクチャってよくあるんですけれども、処理できなかったときにです、ね、Q の中に溜まってると、まあ、いつまでも残り続けますと。なので、えー、エラーが何度も起きているものは、デッドレター Q というところに入れて蓄積しましょうという考え方がありますと。 で、それを再処理する方法、あの、問題が解決したんで、じゃあ離乱したいですよっていうときに、それをやるやり方って自分で考える必要があったんですけれども、今回のアップデートでですね、DLQ に入ったものをソース Q に書き戻すということができるようになりましたというアップデートをしております。はい。で、次はですね、マネジメント周りのお話なんですけれども、アップデート6個ですね。 はい、一つ目がです、ね、Amazon クラウドウォッチラムということでリアルユーザーモニタリングを提供する、えー、クラウドウォッチの一つの機能ということになります。でエンドユーザーがです、ね、どういう体験をしているかそれ,それ自体をです、ね、モニタリングしてブラウザの種類とかデバイスの種類、えー、物理的な場所、えー、そういった問題を把握するということができるようになっていますでこれらの実際の情報に基づいてです、ね、ユーザーさんのエクスペリエンスを改善していこうそれにつなげていこうというのが、えー、このサービスの意図なのかなというふうふに思います。 でクラウドウォッチサー,バサービスレンズとか、ね、AWSX y と組み合わせていただくとクライアントとサーバーサイドのです、ね、相関関係というのもトラックすることができます。 で次はですね、Amazon クラウドウォッチエビデン t l y というサービスなんですけれども、えー、何かウェブサービスとかのですね、機能を出そうかなやめようかなと思っているときに AB テストとかですね、フィーチャーフラグって言われる手法を使って、まあ、どっちが望ましいか検証するってことがあると思うんですよねで。このクラウドウォッチエビデントリーはその検証をですね、数値に基づいて判断ができるようにするためのサービスです。 でユーザーさんがどういうふうに活動したかどう受け止めているかそれをですねクラウドウォッチラムと統合されていてでその辺のメトリックを使いながらですねデータに基づいて判断ができる機能だと思っていただけるといいいいのかなと思いますはい、で次がですねクラウドウォッチメトリックインサイトということでクラウドウォッチが蓄積しているですね膨大なメトリックに対して SQL ベースのクエリを使ってですね集約したりグループ化ができると。 でそれによってトレンドとかパターンを見出してですね運用上の問題にいち早く気づいて対処することができますというのがこちらの機能です位置づけはプレビューになってますはいで次がですね AWS コントロールタワーでデータ所在地のですね統制ができるようになりましたというアップデートですでこのリージョン以外使っちゃいけないよとかリージョン間の通信を設定しちゃいけないよというですね予防的統制の機能と えー、あとは発見的当性ですね、スナップショットが全アクセスできるようになってないかとか、まあ、そういったチェックのですね両面から確認をすることができるようになってます。でこれによって、ですね意図しないところで処理されちゃうということを防ぐことができます。 はい、で次がです、ね、コントロールタワーがテラフォームと連携しましたということで、コントロールタワーで,です、ね、アカウントを作ったり、カスタマイズするという操作が、テラフォームからです、ね、実行できるようになりましたというお知らせをしております。で次はです、ね、チャットオプスの話ですね、AWS チャットボットを使って、Slack チャンネルから、ね、AWSCLI のコマンドを発行できるようになりましたというアップデートをお知らせしております。 はい、で次、セキュリティの話です、えー。セキュリティは3つですね。Amazon インスペクターの刷新を発表ということで、脆弱性検知をする Amazon インスペクターがリデ,リデザインされました。でえー、実際ですね こちらの新しいインスペクターは AWS システムズマネージャーのエージェントを使ってですね、チェックをしていくというところなんですけれども EC2 インスタンスだけではなくてですね、ECR に格納されているコンテナイメージについてもスキャンできるようになったというのも見逃せないところなのかなというふうに思います。はい。あとはですね、AWS リソースアクセスマネージャーがグローバルリソースタイプに対応しましたということで、例えばですね、AWS クラウド1のような複数リージョンにまたがるリソースについてもですね、 こちらの AWS リソースアクセスマネージャーで管理ができるようになりましたというお知らせをしています。はい、で、次がですね、AWS マネージドマイクロソフトアクティブディレクトリーでクラウドウォッチ対応強化ということで、えー、各種のですね、メトリックをクラウドウォッチに渡せるようになってます。はい、で、最後のカテゴリーで、a z r ですね、えー、こちらが9つあります。 量子計算機を使えるサービス、アマゾンブラケットなんですけれども、量子と個典のハイブリッドアルゴリズムをですね走らせることができるようになりました、で個典で処理するときは、ですね従来型の計算機、1、2インスタンスを起動して、終わったら開放するという動き方をします。アマゾンブラケット SDK か、ペニーレーンを使って、ですねアルゴリズムを定義する必要があるので、そこはご注意いただければなと思います。 で次がですね、えー、オープン 3D エンジンというものがあるんですけれども、こちらのですね、最初のステーブルリリースというのを発表しております。えー、大型のゲームタイトルとか、映画品質のビデオ作品、えー、そういったものをですね、ライセンスの費用の心配なく作り上げられますというのがポイントで、えー、Amazon ランバーヤードの後継として、ですね、えー、この O3DF、ファウンデーションのパートナー様とともに、えー、これを提供していこうという活動を続けております。 で次がですね、えー、衛星との通信を担う、えー、AWS グラウンドステーションなんですけれども、えー、これまでよりもです、ね、広い帯域がサポートされて、より効率的なです、ね、データ転送方法を選べるようになりましたというアップデートだと思っていただけるといいのかなと思います。で次はですね、Amazon Workspaces Web というサービスを新たに発表いたしました。 でイメージとしてはですね、ブラウザだけが使えるような、まあ、リモートワークをするためのサービスみたいなイメージが近いんじゃないかなと思うんですけれども、あのそういうケースあると思うんですよね。で、社内にあるウェブベースの仕組みだけ触りますとか、イントラだけ見れればいいですとか、まあ、そういうケースあると思うんですけれども、そういう場合に向いてるサービスだと思います。で、えー、実際にですね、内部用の Web サイトとか Web アプリにですね、安全にアクセスできるようにしましょうという機能で、 実際にですねユーザーの使ったですねセッションというのは、まあ、情報がローカル側にですねユーザーの持っているデバイスに情報が残らないようなデザインになってます。画面だけ飛ばしてくるような格好ですね。はいで次はですねコンタクトレンズフ a m a z o n コネクトの機能強化ということでコンタクトレンズ、お客様とのですねお客様とコールセンターのやり取りをですね 分析をして改善につなげようという機能なんですけれども、機械学習のテクノロジーを使ったです、ね、通話の要約機能というのが追加されています。残念ながら、まだ日本語はサポートされていないんですけれども、要約をすることによってです、ね、コールセンターの業務の効率化というのが狙えるんじゃないかというふうに思っております。あとはです、ね、アマゾンコネクトでオペレーターの方向けの統合アプリの提供を開始いたしました。 でいろんな機能が出てきたんですけれども、UI が分散してたんですねで、それを1つのアプリケーションの中で呼び出すことができます、なので統合アプリですという形のサービス、機能の発表ということになります。で次がです、ね、AWS リポストを発表しましたということであの、AWS フォーラムに代わるものという位置づけなんですけれども、AWS における技術課題を解決するための、ね、Q&A のサービスだと思っていただけるといいのかなと思います。 お客様だったり、パートナー様だったり、あるいは AWS の従業員、まあ、幅広いコミュニティからのですね回答を受け取ることができますという位置づけになっていて、AWS 無料利用枠の一環として、ですねアカウントを持っていれば誰でも使えるようになっております。で次がですね AWSWELL アーキテクテッドサステナビリティピラーということで、持続可能性の観点でベストプラクティスをまとめていこうという考え方を発表させていただいております。 で、持続可能性を目標に設定しているお客様はかなり増えてきていらっしゃるので、それに向けたです、ね、ベストプラクティスを集積して、デザインにです、ね、反映していこうというのがこちらの考え方になります。で、Well Architected、えー、先ほどのです、ね、Well Architected のレビューをです、ね、行っていくためのツールなんですけれども、お客様によってはです、ね、自分たち独自のチェック項目がもうあるんだよねとか、 AWS のベストプラクティスとはまた違う内容をチェックしたいんだよねってお声をいただいてましたで従来はです、ね、そういった場合は別管理でやる必要があったんですけれども今回です、ね、ウェルアーキテクテッドツールに独自の質問の軸をです、ね、追加するカスタムレンズという機能が入りましたので JSON で,です、ね、質問の内容とかを書いていただければこのシステムの中で,です、ね、独自の質問チェックというのを実現することができるようになりましたというところがお知らせでございます。 とということで非常に駆け足だったんですけれども、えー、今回、ですねリインベントで発表されたサービスを一通り、えー、簡単には簡単ではありますけれどもご紹介をさせていただきましたで今日の資料はですね準備ができ次第公開させていただきます、えー、おそらく12時間ぐらいで出せると思うので、えー、ぜひです、ね、付録の方もご覧いただければなと思いますで新サービス新機能のですね深掘りセミナー現在計画してますので、えー、続報をお待ちいただければ幸いです はいであとです、ね、継続的に最新情報への、えー、キャッチをですね続けていきたい方はあのもう手前味噌もいいところなんですけれども私も「ですね週刊 AWS」という、えー、まとめブログを書いてますので、えー、ぜひですねこちらをチェックいただければ幸いです。はい、えー、それではですね今日のウェビナーはここまでとさせていただきたいと思います、えー、非常に駆け足かつ簡単なご紹介で申し訳なかったんですけれども、えー、アップデートの情報非常に面白いものたくさんありますので、えー、興味を持てるものがあ,あればですね それをぜひチェックしてみていただければと思いますそれではですね皆様ま本日ご参加いただきましてどうもありがとうございました引き続きですね AWS のサービスに興味を持っていただけると嬉しいですそれでは失礼します